今回のこの大会、疲れた MVP は誰ですか？あ、MVP 優勝とかじゃなくて、まあ、優勝水野さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。一体なんで優勝したか、うん、結構ね、荷物としてちょっとなんか嬉しかった、優しさがねこの毛布の挟まれ具合とか一緒にやったんです。あ、共同作品。じゃあ、準優勝あと、あの、棒ツッコミもよかったかな。棒ツッコミすごかった本当にすごい。じゃあ、そんな優勝者には僕は焼肉をご馳走します。ただ、その焼肉をおごるの一個前提があって、トラックをロープで引っ張ろうと、動いたらおごります。一人じゃ無理やからみんなでやるけど、みんなの士気を高めて頑張ってもらうように。ニュートラルにして引っ張ったらどうですか？動かん？できるかな？動かん。砂利時計をしたらいいんじゃない？昨日ホームセンターで買ってきました。これを買ってる時に通りすがりの人にケンタロウ君がどうぞ聞こえて、いや俺のことかなと思ったけど、いやうぬぼれちゃいかんと思って買い物しとったら、なんとライフバンクチャンネル見てる人やった後からコメントでさっきすれ違いましたねって来てさ、次は声かけてください。本当ですね。そう、ここにかけて、どこまで動けばいいの？ここまでタイヤが来たら焼肉。いや、行きそう行きそう。一応危ないからブレーキ踏めるように持ってます。さあ動くのか。お、次も揺れる。お、揺らしていけば。頑張れ。これは無理、無理か。ケンタロウセンターで行けると思う。もっと一回やってみたい。この日のためのそうだ、この日の筋トレ。これでケンタロウさんが動いたら僕も筋トレやりますよ。じゃあ揺らせばいいの？全然一個持って無理。肩にかけてもいいな。おー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 、あ、いいかもいいかも。すごいすごい、いけそういけそう。タイヤ滑るもんね。無理か。うわぁ、ね、無理やじゃあ次、水野さんと京子の2人で勝ったらいけば。いやぁ、無理そうだ。せーの。おぉ、いけ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 。おぉ、いったいったいった。あ、すごい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 。頑張れ、頑張れ。いけいけ。登り坂ちょっと。あ、増えれば増えるほど、今2人でやったから焼肉半額までで、3人でやったら割る3 と3人やりますか？まだ2人で頑張ったら半額まで出るよ。もう一回、せーの。おおお、いやこれ足場が悪いんですよ。大丈夫、大丈夫、またよろしくね。痛い手が。せーの。おおおおそう、きそう。すごい滑るもんね。掛け声だよ、掛け声。せーの。もうそう、掛け声だよ。せーの。おお。これ動かんもんですね。大変。大変。もう一人。小島くんなら0人分で。じゃあ掛け声を、じゃあ水野さん代表して。せーの。よいしょ。コメントなんもない。無言。すごいかもみんな。ごめんなさいね。ごめんね。ごめんなさいね。水野さん、せっかく。じゃあ、茂木さんがブレーキの準備して、健太郎さんも入って。全員でやれば、はい、なるほど。あ、そしたら。あ、じゃあ。サイドサイド。マジか。あうあうあう。もう一回。もう一回。
6人で水戸さん、はい、成功しましたね。はい、成功しました。意外と4トントラック重たいんですね。なすかこれ。なんか世界の力持ち一人でこうやって引っ張っとるやん。いや、あんな人らの真似はできへんすけど。でもこんなんどうせニュートラルにしたらみんな動くでしょって思わなかった。いや、思わない。まあでも5人でなんとか動かしたっていう。焼肉かける5分の1を商品として渡します。それなら焼肉弁当。焼肉弁当。じゃあ終わりです。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録チャンネル登録高評価よろしくお願いします。さよなら。ありがとうございます。早うま便。